脅迫性障害、脅迫性障害、脅迫、性障害は不合理な行為や思考を自分の意に反して反復してしまう精神障害の一種である。1994年以前は脅迫神経症の診断名であった。同じ行為を繰り返してしまう脅迫行為と同じ思考を繰り返してしまう脅迫観念からなる。アメリカ精神医学会発行の DSM-4。 精神障害の診断と統計マニュアルにおいて不安障害に分類されている。多くはその行為に日当たり1時間以上を費やしてしまう。2013年の DSM-5 では脅迫症の診断名も併記される。その原因は不明である。同様の症状を生み出す複数の疾患の基盤にある連続性に注目し、それらを脅迫スペクトラム障害として、 その得意な関連の研究が行われている。このスペクトラムには、自閉症、アスペルガー症候群、チック、トゥレット障害、抜毛症、皮膚無視症、自傷行為、身体集計恐怖、接触障害、依存症などが含まれている。人口の約2.3%は、人生のある時点で脅迫性障害を経験する。 年間の患者数は全世界では約1.2%ほど。35歳以降で発症することは少なく、患者の半数は20歳以下で発症している。男性も女性もほぼ等しく発症する。治療は主に心理療法によって行い、認知行動療法、CBT や曝露反応妨害法、ERP などが用いられ、時には薬物療法、 スリーなどが行われる。治療されなければ、その症状は数十年続ける。精神医学的障害の一種である。脅迫症状とは脅迫性障害の症状で、脅迫関連と脅迫行為からなる。両方が存在しない場合は脅迫性障害とは診断されない。脅迫症状はストレスにより悪化する傾向にある。ストレス管理も3。大半の患者は、 自らの脅迫症状がキーであったり、不条理であるという自覚を持っているため、人知れず、思い悩んだり、恥の意識を持っている場合も多い。また、脅迫観念の内容によっては、罪の意識を感じていることもある。そのため、自分だけの秘密として、家族などの周囲に内緒で脅迫行為を行ったり、理不尽な理由をつけて、ごまかそうとすることがある。 逆に自身で処理しきれない不安を払拭するために家族に脅迫行為を手伝わせようとする場合もある。これは巻き込みと呼ばれる。原則として脅迫観念や脅迫行為の対象は自身に向けられたものであり、これによって患者が非社会的になっても、例えば犯罪のような反社会的行動に結びつくとはない。脅迫症状の内容には個人差があり、 人間の持つ、ありと、あらゆる心配ごとが要因となりうる。しかし、比較的よく見られる特徴的な症状があるため、これを下記に記す。これらの症状についても、患者自身の対処の仕方、脅迫行為は異なり、一人の患者が複数の脅迫症状を持つこともある。このほか、些細であったり、つまらない事柄、気にしても仕方のない事柄を、 自他共に認める状態にあっても、これにとらわれ、脅迫関連、その苦痛を避けるために生活に支障が出るほど、過度に核や詮索を行う、脅迫行為。人種や国籍、性別に関係なく発症する傾向にある。調査によると全人口の2から3%前後が、脅迫性障害であると推測されている。20歳前後の青年期に発症する場合が多いと、 言われるが、幼少期、少年期に発症する場合もあるため、成年期特有の疾病とは言い切れない。また、動物では、犬や猫なども発症し、毛づくろいを頻繁に繰り返したりする。また、こうした障害を持っている、著名人として、デビッド・ベッカムらがいるように、外部からは日常生活に、顕著な影響が見えない場合もある。一般的に、死傷がない場合は、障害ではない。 この病気の患者の特徴は他の精神的病と違って本人が病気を自覚していることである。本人もわかっているのだが治せないのがこの病気と言える。重症患者を除き社会生活に支障のないレベルの患者は外では他人に病気であることが気がつかれないように儀識も人前では我慢して行わず病気のことを隠し通す。そして他人に見られる 心配のない家の中で、症状を隠さずあらわにし、儀式行為を気が済むまで行うケースが多いとみられる。神経症の一型だが、神経症の原因とされる心因、心理的、環境的原因によりも、大脳規定核、変異系、脳内の特定部位の障害や、セロトニンやドーパミンを神経伝達物質とする神経系の機能異常が、定めされ、 発症メカニズムとして有力視されている。ストレスフルな出来事の後で発症することもあるが、多くは特別なきっかけなしに徐々に発症する。また、もともと真面目、貴重面などの性格、脅迫性格の人に多い傾向がある。大脳基定格障害が脅迫性障害の発症に関与している、可能性のあることが報告されている。 人間は何度も行う必要がないことに対して、大能が抑制をかけるが、それが機能しなくなった時に脅迫が現れるし、セロトニン系が大きく関与していることが報告されている。ガン化前頭皮質が持つ制御機能が低下すると、脅迫症状が現れるというモデルが提唱されている。レオン・サルズマンは、脅迫性格は今日最もよく見られる性格であり、 すべてをコントロールしようとし、それが可能であるという万能的な自己像を持つ点が特徴であることを指摘している。脅迫とは、同じ思考を反復せざるを得ない脅迫観念と同じ行為を繰り返さざるを得ない脅迫行為を指すが、これらの症状の背後には脅迫症者の持つ自己不全感が関与している。行為や思考を脅迫的に反復して完全を期すことは、 自己不信という根源的不安を防衛し、自己の完全性を維持することにつながる。精神病理学者の笠原は、人生における不確実性、予測不能性、曖昧性に対する防衛と脅迫症を捉え、そうした不安に対して、単純明快な生活心情、共愛化した生活様式を設定して、確実で予測可能な世界を構築できるという、 空想的万能感を抱いていると述べている。統合失調症患者が人格解体の危機に際して少なからず脅迫症状を呈するのは着実に増加してくる内的深く実感を脅迫によって防衛していると考えられ、この規制は様々な精神疾患で見られることがある。心理的側面から見た脅迫的行動パターンは無力感と 自己不覚実感を克服しようとする試みであると捉えられる。鍵をかけたかを数度確認する程度では無害であり、あるいは2時間の祈りが宗教的に周りの人々にも見られる慣習であれば、逸脱だとは見なされず正常である。約5%は統合失調型パーソナリティ障害との並存で、脅迫行為が非合理的だという洞察もなく、治療が困難である。 脅迫性パーソナリティ障害は、名前が似ているが、脅迫行為は、ほとんどなく、並存することは、ほとんどない。脅迫性障害から除外される、他の状態には、うつ病での囚われ、畜生の反復的な動き、接触障害における反復される過食や嘔吐、自閉症スペクトラム障害の決まりきった、儀式、薬物依存症、全般性不安障害の過剰で、 現実的な不安など様々である。DSM-4 の診断基準 E、DSM-5 の診断基準 C は、脅迫症状が薬や身体疾患の影響ではないことを要求している。物質、医薬品誘発性脅迫性関連障害、DSM-5 には薬の使用後に生じ、使用を中止すると、その半減期に従って症状が病み、コカインを含む、 精神刺激薬の中毒、また、重金属や毒素が挙げられる。他の医学的疾患による脅迫性関連障害、DSM-5 は、生理学的に脅迫症状を生じさせる病気にかかっていることが確認されており、例えば線状体損傷など、既存の文献に確認できる症状を停止、専門以外の場合に症状が確認されている場合である。 英国国立医療技術評価機構は成人の OCD に対し、初期介入としては低強度の精神療法を提案しなければならないとし、個人単位での CBT、ERP セルフヘルプ、電話による個別、CBT、ERP、グループによる10時間以上の CBT、ERP を挙げている。また成人の中程度の OCD には3、スリー、 またはより強度の高い CBT、ERP を提案すべきとしている。深刻な成人の OCD には、3と CBT、ERP を組み合わせるべきとしている。また、児童青年の OCD の初期介入として、ナイスは軽度であればガイド付きのセルフヘルプを提案し、中度から深刻であれば、CBT、ERP を提案すべきであるとしている。 それら精神療法が効果を示さない場合は、スリーが選択肢ではあるが、自殺リスク増加が指摘されているため副作用を注意、深く観察すべきであるとしている。行動療法では、エクスポージャーと儀式妨害を組み合わせたが用いられる。エクスポージャーとは、恐れている不安や不快感が発生する状況に、自分を意図的にさらすもので、儀式妨害とは、 不安や不快感が発生しても、それを低減するための脅迫行為を取らせないという手法である。これらを患者の不安や不快の段階に応じて実施する。そうすることで、エクスポージャー後、時間が経過するとと,ともに、不安や不快感が少なくなるということや、エクスポージャー後に脅迫行為をしなくても、実際には恐れていることは起こらない。脅迫観念は、 実際には気にする必要のないものだったということを患者が学んでいく。また、エクスポージャー、儀式妨害を実施する際、患者が同じ状況での他者、治療者などの考え方、行動などを参考にする、モデリングの技法も非常に役立つ。行動療法は単独でも用いることができるが、脅迫関連が強い場合、薬物療法導入後に行動療法を行う方が、 成功体験が得られやすい。さらに、脅迫観念の内容が現実には起こり得ないことを理解するため、そして曝露反応妨害法のスムーズな導入へとつなげていくため、行動実験が行われる場合があり、その有効性と必要性が指摘されている。先行研究の事例では、A したら A の場合、A が原因で B になる、B が起こるという脅迫観念を持っていた場合、 実際に A をしてみても A を再現してみても B にならない B が起こらないということを体験することをサポートしスムーズな曝露反応妨害法の導入へとつながっていった加えて曝露反応妨害法を行うために補助的に用いられることの多い技法としてモデリングがあるそこでは治療メカニズムと治療課題をよく説明した後曝露反応妨害法の実施に先立って 治療者が治療課題であるエクスポージャーと儀式妨害を実際にやってみせる、適度な時間の手洗いをしてみせたり、鍵の確認を一度で済ませてみせたりする。これにより患者は実際に曝露反応妨害法でどのようなことを行えば良いのかを明確に理解できるのに加えて脅迫行為をしない治療者のやり方で実際には何も恐れていることが起こらないのだという考えを強める。 こともできるため、不安を少し軽減した状態で、暴露反応妨害法に取り組むことができる。嫌な単語が繰り返されるタイプの脅迫関連、前期のみの場合は、行動療法が行いにくいため、脅迫行為よりも治療が困難である。脅迫関連の内容を現実的に解釈し直したり、脅迫関連を回避したり阻止したりせずそのままに、するといった。 治療方法が有効であることが知られてきた。薬物療法として、セロトニン系に作用する抗うつ薬は強迫観念を抑えることが知られており、現在の日本では、選択的セロトニン再取り込み阻害薬である、塩酸パロキセチン、マルイン酸、フルボキソミン、塩酸セルトラリンもしくは酸関係抗うつ薬である、塩酸クロミプラミンなどが用いられる。 ナイスは成人の OCD に対し薬物療法を行うのであれば、フルオキセチン、フルボキサミン、パロオキセチン、セルトラリン、エスシタロプラムの5つの3から1つを選ぶべき、シュットであると強いる。日本国外の報告では最高容量で、淡剤投与が望ましいとされているため、塩酸クロミプラミンでは 225mg。 塩酸パロキセチンでは 60mg、マレイン酸フルボキサミンでは 300mg まで増量する場合がある。これらは主治医の理由書があれば保険適用となるが、日本人の体格、体質ではこれらの条件が必ず満たされるものではない。ため、処方される薬の種類や容量には個人差がある。漢方薬として、サイコカ,リューコツカキ化流骨化ケ油、シカンキョウユ。 甘麦体操油、軽脂化流骨化器油、そもそも肝酸、上昇葉酸、五霊酸、六君固油等漢方薬が有効なこともある。症状に合わせて使い分ける。およそ10%の強迫性障害患者は治療後悪化する。この場合、脳神経外科治療、または脳深部刺激療法、DBS が施される。電気経錬療法と、 経図外磁気刺激法の有効性は証明されていない。脳神経外科治療は小さい範囲で脳切除される。その主要な内容は全脳切開、大脳変園系ロボトミー、体状界切除、ガンマナイフ治療。研究によれば脳神経外科治療を行った35%から50%の強迫性障害患者に症状の改善が見られる。 脳神経外科治療のリスクとして、転換発作、人格変化などが挙げられる。2009年2月19日には、重症の強迫性障害への脳心部刺激療法の使用がアメリカ食品医薬品局に承認された。同年7月14日、欧州でも承認された。メドトロニック社のリクレイムという危機器である。アリゾナ大学の精神科医。 フランシスコ・エモ・レーノ等が実施した小規模な臨床試験の結果、幻覚誘発キノコマジックマッシュルームの成分であるシロシビンは重症の脅迫性障害に有用と示唆された。シロシビン服用によって試験に参加した9人の脅迫性障害症状はおよそ4から24時間にわたって完全に消失した。シロシビンは禁止されている薬物であるが医学研究で使用することは可能である。 近年の研究において、脅迫性障害がアンムダガタグルタミン酸受容体と関連していることが判明し、この受容体に対するアンタゴニスト、拮抗薬が、特に難治性の脅迫性障害に対して治療効果を打つのではないかと予想されている。アンムダガタグルタミン酸受容体アンタゴニストとしては、アルツハイマー型認知症の改善薬であるメマンチンや麻酔薬として使われるケタミンが知られている。 現在のところ、エビデンスが存在しない、薬理学上の予測に過ぎないが、米国ではすでに臨床実験が開始されている。2016年8月報告では、スリーのフルボキサミンと、抗生物質ミノサイクリン 100mg を併用した10週間の臨床試験で、イエール・ブラウン脅迫スケールにおいて、ミノサイクリン群が優位に良好な反応を示した。 副作用の頻度は優位差がなかった。イノシトールはパニック障害や脅迫性障害の患者が服用することでその症状を緩和する作用が報告されており不安感の発生頻度やその程度を顕著に低下させる効果があるとされる。また、イノシトールの高用量摂取がフルボキサミンより症状の軽減に効果があったとする論文報告もある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。